柴犬ですかね、うん、10.5 センチぐらい。これ全部合金なんですよね。愛好家は全滅しましたっていう、めちゃくちゃ怖い一文が書かれてましたね。愛好家全滅モードですかね、これは。こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこちらです。トイウルフより TWD01 ロンリードッグです。それでは見ていきましょう。ということで、またちょっと奇抜なおもちゃがね、来ました。で、自分以前にこのトイウルフのおもちゃいろいろレビューしてますので、ぜひ見てみてください。で、この今までのトイウルフのおもちゃって、こうトイレからこう和風なキャラクターに変形するものだったんですけれども、今回のこのロンリードッグはまた違ったベクトルのおもちゃになっておりますので、楽しみにしていてください。普通に直訳するとロンリードッグだと、こう寂しい犬とか、こう一人ぼっちの犬みたいな感じになるのかなと思います。で、パッケージ、こう犬の足跡とかが書いてて、こう可愛いんですよね。で、こう犬、柴犬ですかね、うん。で、こうその柴犬とその影があるんですけど、影がちょっと犬ではない何かしらのこうシルエットになっちゃってるっていう、ちょっと意味深なね。で、この漢字、中国語が書かれてるんですけど、これが翻訳したら、私は感情がない犬ですって書いてました。うん、ちょっとね、意味深ですよね。で、横とかね、はい、上で底面、こんな感じになってます。メカニカル&インダストリアルデザインバイトイウルフということで、早速開けていきましょう。はい、こんな感じになってます。このトイウルフのこのスポンジいいですよね。で、中身を取り出していきましょう。中身を取り出すと、ロンリードッグ本体と黒い犬と骨と説明書が入っております。で、この説明書は開くとこんな感じになっていて、変形のさせ方が載っています。あんまりそんなに手順がね、多くはなさそうですね。で、このもう見てわかると思うんですけど、こういう感じになりますね、最後で。はい、これ翻訳したんですけど、まあ、この完成で、この4文字、この漢字翻訳したら、愛好家は全滅しましたっていう、めちゃくちゃ怖い一文が書かれてましたね。はい、ということで、早速見ていきましょう。まずはこのロンリードッグ本体から、こんな感じになっております。どうでしょうか。ちょっとこう、なんだろう、可愛いのか可愛くないのかのちょうど間ぐらいの見た目してますよね、うん、この目がね、ちょっと斜め上見てたりとか。で、この骨があるんですけど、これ磁石がね、仕込まれてて、ここにで、ちゃんとここにね、はい、こうパチッとくっつけることができると。うん、いいですね。うん、なんでここに骨がくっつくのかわかんないですけど、まあ、蝶ネクタイみたいな感じですね。うん、で、思ったんですけど、トイウルフのおもちゃって結構ちっちゃいんですよ。だから今回もちっちゃいのかなと思ってたんですけど、結構でかいですね。個人的にでかく見えます。大きさ的にはだいたい 10.5 センチぐらい、うん、ありますね。はい、でですよ、なんとこれ、このツルツルのこの表皮あるじゃないですか、この犬の表皮、これ全部合金なんですよね。だからもうちょっとあんまりやりたくないですけど、こうちょっと重さを、ちょっとほら、こんなゴツンって言うんですよ。だからめちゃくちゃ重いんですよね、これ。今重さ測ろうと思ったら、これ 100g までしか測れないんですけど、余裕で 100g 超えてました。まあ、大体 150g とか、まあ、200g はいかないぐらいかなと思いますね。めちゃくちゃすごいですよね、このツルツル感。このね、外装のツルツル感が本当に綺麗なんですよね。で、まあこういう分割線みたいなのはありますけど、しっかりこうつらっとね、全部つながってて綺麗ですよね。この造形もね、素晴らしいなと思いますね。こうね、こうくびれがあったりだとか、こうちょっと顔がまん丸で、このなんだろう、おでこ、この眉毛の部分がこうぷくっとこう出てたりとか、
塗装も綺麗ですしね、うん、この口とか鼻とかなってたり、この、うん、このデフォルメされてるこの体もなんか面白いデザインされてますよね。この尻尾もちゃんと動くしね、うん、めっちゃ可愛いこのお座りしてる感じだと思います。でこの足の裏、ここ見えますかね、こう布が貼ってあって、こう多分こう塗装が擦れたりしないようにとか、あと滑らないようにとか、滑り止めみたいな感じになってるのかなと思いますね。安定感抜群ですねこれ、はい。まあ、ということで早速もうこのロンリードッグの変形させていきたいと思います。まずはここの白い部分、この白い部分を持ってパカッと開きます。いきます、はい。怖っ、めちゃくちゃ怖いですよねこの開く瞬間パカッと。これあれですよね、あのガンツのあの奥博弥先生の漫画のあの犬屋敷ってやつ知ってますかね、あれをちょっと思い出しますね、はい。でこの犬が開いて、まずここ開いて、で次この中にあるこのシルバーの部分、これを押し込むと、はい、足がパカッと外れます。反対側もここ押し込んで足を外すと、でそしたらこの横の部分ですね、これを前にグッと持っていきます。反対側もグッと前に持っていくと、もうほぼもう犬の原型がなくなるというで、はい、今ねこのこっち顔なのでこっち正面だったんですけど、こう90度、はい、こうやって倒します。今度はこっちが正面になります。でそしたらこの犬の体に、はい、これがね足なんですけど、足をこう展開します。こんな感じで、で展開するときにここのピンをこの体の穴にこうグッと差し込んで固定してあげると、で反対側もこの足をグッと引っ張ってここに固定してから、はい、広げてあげますと。もうね、もう結構不気味になってきましたね。そしたら次ここ頭の部分、ちょっとここ結構好きな変形なんですけど、いきます。これをぐるって持っていくと目が外れるというかこうね、なくなるっていう、このギミックいいですよね。やっぱりこの犬の目というか、これ結構可愛いので、うん、この結構えぐいデザインに変形するってなった時に、この目がなくなるとよりちょっとえぐさが出るというかね。で次ここのね、なんか方針みたいな部分、これを、はい、ここまずここに人差し指を入れて固定しつつ、ここの出っ張りに親指をかけてグッと押すと、はい、こうスライドできます。でこうスライドできたらどんどんこうスライドしていって、はい、最後までスライドしますと、はい、でこんな感じになります。頭からこんな長いね、こう銃みたいな方針みたいなのが出てくるっていう、面白いですよね。そして次この足、うん、この太ももに隠れてたこの部分、これも武器になってまして、まずここピンでロックされてるのでパカッと外してから、ボールジョイントでくるっと持ってきて、この内側からこう軸でこう外側にこうグッと開いてから、こうやってね銃を展開してあげますと。で展開したらこの根元の部分、ヒンジになってるのでヒンジを開いてこう銃を前に向けてあげます。反対側もまずはここのピンをパカッと外してボールジョイントで上に持っていく。でその時に内側の軸でこうグッと引き出してあげてから銃をこう出すと。でヒンジでくるっと前に持っていきますと。でそしたらここ体の脇腹の部分をこうグッと前に持っていって、ここちょうど干渉するところまでこう持ってきてあげます。でそしたら最後ここのお腹だった部分ですね、このお腹だった部分のこのアンテナですね、アンテナの根元、ここボールジョイントになってるのでこう180度回転させて、で次ここ2個目の関節も、はい、回転させて、
でこうアンテナを引き出してあげると、でこの銃をこうピッピッと出してあげて、あで最後まだありました、ここの中になんと見えますかね、コックピットがあるんですよ。でここのこのハンドル、これをピッと展開してあげるんですね。これでロンリードッグ展開状態になります。どうでしょうか。あーそっか、あれですかね、愛好家全滅モードですかね、これは。いやこれまたね面白いですよね。いやなかなかないですよね、こういう変形玩具って。だいたい変形玩具ってこうなんか犬から変形するにしても、こうロボットになったりとか、あと他の動物になったりとかビークルになったりとかですけど、これそれとはまた違いますよね。犬が変形するというよりかは犬の中身が機械だったみたいな、うん、それが展開するっていう感じの変形なので、これまた今までのおもちゃとは一味違った、うん、雰囲気のおもちゃになってるのかなと思いますね。いや面白い、うん、本当に。でこの中身のこのシルバーだったり、このちょっと薄いガンメタみたいな、うん、この色とかもね、塗装めっちゃ綺麗ですし、こういうところどころ赤が入ってたりとか、でこの武器の数もめっちゃ多いですしね、これよくこの犬の中にこれ全部しまい込めてたなっていう足展開したり、これ真ん中のでっかいこう、ね、バズーカみたいなのとミサイルで、足の銃で、お腹にあった銃で、アンテナ、そしてコックピットと。いやこりゃ面白いですね。そしてちょっとこう見えるかな、このハンドル、操縦席のハンドルもめちゃちっちゃいんですけど、しっかりこう塗装もされているという、このこだわりっぷりいいですね。でさっきついてたこの黒い犬、多分犬だと思うんですけど、これをここに乗せるのかなと、おそらくコックピットに、うん、でこう操縦させるみたいな、こんな感じで犬の中に実はちっちゃい犬がいたみたいな、面白いですね。なんか普通に映画とかでありそうですね。なんかメインブラックとかでありそうな感じですけど、いやいいですね。でちなみにこの犬は入れたままだと変形はできないですねっていう風になっております。おもろい、あーやっぱりこれ今までと違いますからね、そこがいいですよね。あでちなみに一応この磁石、こんな感じで板のものがこうはめられてますね、はい、でこれがくっつくと、はい、こんな感じで、うん、でやっぱりこう色はさ、こうオレンジとか白とかで、あなんかさっきの犬から変形したなとは思いますけれど、うん、こう後ろから見たらちょっとあ犬だなってなりますけど、こうこっちから見たらあんまり犬要素がねなくなってるんじゃないかなと思います。この機械の中身とかがすごい見えてるから、うん、そこがいいですよね。この 目がなくなるところとかね、めちゃくちゃいいと思います。ということでちょっと戻し変形していきましょう。まずはこのハンドルを畳む、でこの銃をしまい込みますと、でこのボールジョイントも180度で、根元で180度で畳む、でこうやってはい沿わせておきます、こんな感じでね。でそしたら一回これを上にグッと上げてあげて、で次ここの太ももですね、太もものこの銃を一旦こう内側にボールジョイントで移動させて、ここを軸で内側にグッと入れます。でそうしたらボールジョイントを動かして、ここのピンにグッとはめてあげますと、はいグッとはめてあげて、でそうしたら反対側もはいこんな感じでグッとボールジョイントで持っていって、これを内側にしまってピンで固定すると、はい。でこれね、変形させててもそんなにこう干渉するみたいな箇所がないっていうのもね素晴らしいですね。でこの目をねパチッと、いやここ気持ちいいですね、はい。でちゃんと目が出てくるっていいですね、うん、いやこんなに詰まってるのにね、変形もさせやすいし、うん、干渉しないっていうのは素晴らしいですね。でこう
足を内側に畳んであげて、でそしたらもうこっち向きにしてあげて、でまずはここの体横ですね、横を、はい、ここの体の横のこの穴にここをね固定してあげます。こうやってカチッと、こうしっかりこうつらっとこう合うのが気持ちいいですよね。で次足をここの、はい、突起ですね、でこの穴にグッとはめてあげて、反対側もヒンジでグッとはめてあげます。でそしたら最後この白い部分ですねをカポッとはめると、はい、これで、あ、なんかちょっと今ハマりが悪いですけど、はい、これでノンベイドッグ、はい、ドッグモードになります。どうでしょうか。素晴らしいですね。やっぱこの変形の一番最初、このオレンジと白で分かれてるこの犬の模様をうまく活かして、この白い部分カパってこう全部外しちゃうみたいな、うん、こうすることによってやっぱこの分割線が、オレンジと白の間のこの分割線があんまね気にならなくなるというね、そこを変形手順に組み込んでるっていうのもまたいいですよね。いや素晴らしいね。この中にこの犬がいたっていう設定もいいですしね、うん、まあさすがにこっちはねこう塗装あんまりねこだわれなかったのかなと思いますけど、まあ全然十分ですね、うん、これあるだけでも、うん、こっちが本当に素晴らしいのでね、いやこれ置いとくだけでもねなんか可愛いんですよ、うん、でなんかこうね、こう重さも結構ありますし、ちょっとこう置いときたくなる、うん、ちょっとインテリアとしてなんか置いときたくなるような見た目してるんですよね。いや可愛いね、まあ、ということで今回のこのロンリードッグいかがだったでしょうか。いやなんかこうなんか普通の変形玩具に飽きたっていう人は買ってもいいんじゃないでしょうか。あとこの柴犬が好きとか、あとこの犬、あ、なんか可愛いんじゃないって思った人は買ってもいいんじゃないかなと思います。いや自分はねすごい面白いおもちゃだなと思いました。ということで今回の動画いいなと思った方はぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter のフォローやサブチャンネルの登録などよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。